そういえば今日あれはゆうすけはいないの？あれあいつヘルニッシモじゃないの？違う違う、あいつは在籍してないだからできるんだからできるだよ、やっぱり AKB ができるぐらいだから。え、やっとったんだよね、あの子ね。誰 AKB の高橋みなみ。あ、知らない。やっとったんだよ、少し。さっきなんだっけ、背が高くて女のフェチね。背が高くてヒップのライン、ヒップラインと赤目がね、うん、と鎖骨と赤目なのと、うん、うなじうなじあ、なんか出たっけ、何が出たのかな、女の人あと S と M、 あ、S と M あ、そうだね、なれそめと、わ、ワイルドキャッツだワイルドキャッツ、で、男が、なんだっけ、指毛？男の手の指毛がすごい、ダメだって。あ、ダメか、それ、ダメだ。こう、血管フェチ、うん、いや、今、それはまた聞く、後で聞く、ちょっと待って、血管と血管、あと手、うん、1、2と、どう、そう、女の子ないだよね、なんかないだね、ちょっとボリュームちょっともうちょっと絞って、ちょっとなんかフェチある、フェチが好きなところでしょ、うん、あのさ、タバコを加えてなんかやってて気づかいか、あーそれ、あー私なんかさ、全然最近だなと思うとか、ちょっと待って、顔遅くてたあんまり関係ない。男のなんか好きな声とか。加え。まあ高くない方がいいけど。高くを。そうだね。あの子。誰だったっけ？何ちゅう子だったっけ？さっき9番の子。ああ、さゆみちゃんはこの血管って言って。ああ、そうなんだ。理想が高いのか。じゃあ逆に俺はダメなところがダメ。男で。これはダメ。すごい矛盾してるで。じゃあ、ね、さゆみちゃんさっき話持ったけど、彼女はね、理想が高いな。さゆみちゃん、うん、高いでしょ。おい。1個でもダメなの。ダメだ。おう、パーフェクト見つけるんだね、絶対。永遠のテーマで。じゃあ僕の見てみよう。よかった、俺。見てほしいません。あとなんだ。
押すな、さっきからごめんなさいわ。ごめんなさい。ゆずごめんねって。いつも出る？いつも出る？ラジオやる？あ、ここにね、あーあーってやるとね、入るだろ。あーあー、やってみる？はい、はい、あー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 、ゆず、はーい、はーい、ゆずき、ゆずきちゃん、はーい。じゃあ恥ずかしいの？恥ずかしいの？じゃあパパ、ゆずきちゃん、じゃあパパにしようわ。すまん、エルビーにしようわ。エルヴィン10は？なんで？なんで？エルヴィン10は？なんで嫌なの？エルヴィン10は？なんで？なんで嫌なの？そっか。ギター弾けるんだね。ちょっと高いで。おお。チェインギャングやらないの？チェインギャング、僕の。いや、やらないの？ヘルニシモ。やらないの？なんで？ブルーハーツやるでチェインギャング外すなんて。認めないっすよ。本当に。次回。え？まあ宇野さんが歌うとかもしたら。だからチェインギャング外すなんてそれはありえないでしょ。じゃあもうね、ちょっと走る。なんだ、なんでそこなんだ。A。違う。E だ。違う。A マイナー。違う。C だよ。嘘。間違えた。来たよこれ。なんでそんなミスコードなの？止まっちゃった。はい、すごいいい、すごい感動した今。すごい鳥肌立った俺。本当？なんかその雰囲気にイエスがパチパチやったパチパチとこはすごいね。やっぱチェインギャングいい。チェインギャングいいよ。俺永遠のテーマだもんね。テーマソングだもんこれ。俺のガキの頃から。ちょっと俺そうだ、一杯もらわないか。メッセージにアドレス入れとくわ。ありがとう。ごめんね。
あれギター出してなかったっけ。持ってきたよ。あーさあ、あぶねえし。あ、そっち使うな。電源入ってない。いや、いらない。ええや、ええや。メージグレイス、すごい、すごい、剣がそのヤスリみたいになってるんだけど。どうこれ。まあ、あ、8だ。あ、絶対切れるけ。それ B？ A かね。 A なのこれ。音がすごく出てんだな。あ、あ、いいや、いいや。俺が下手くそだもん。違う違う。弾けるじゃん、ちゃんと。ん？ちゃんと弾けるじゃん。弾けるよ、一応ね。あれ、レイブの時はでも音出してるんだよな。いや、出したよ。出してないの。ちょうだい。音がしようなぁ。
繋げて、繋げて。ちょっとアッケのサッカーすり込んでやろうよ。面白い。やりますか。早いとすごい嬉しいんだけど。あ、了解です。OK。ワン、ツー、スリー、ゴI'm gonna go get some more.
やる？すいません。あ、いいよ。面白かった。いいよ。あ、待て。やる、ちょっと待って、飯食ってからやり。ごめんね。ちょっとごめん。なんか。え？止めるの？マジで？あれもう7時じゃん。あ、寝とった俺、寝とったね。財布？ビタ面白いね。ビタ面白い。もう何も今更率直に言ったら面白い。さあ次何食べましょう。なんか知りたい、なんか突き詰めたいものある？ないよね。ないって。でもさ、あの、なんていうの、なんか哲学的なものになってくるんだよね。うん、哲学的なものでもう男とはとはさ、難しい方で、難しい方で、でもつまんねえんだけどさ、あれだよ、そういう本当は難しいのを、うん、なんかバカ話で話せるようになると面白いです、ね、そう、前回そうだった恋愛のやつが、うん、いや、あれなんだよ。やっぱり、そういう恋愛とかさ、家庭とかさ。すごい。それか、なんかちょっと今のさ、うん、なんていうの、トピックスとかでも見てさ、うん、最近のニュース、それについて語るか。いいね。この分、ナイスだ。うん。そういこう。じゃあ、時事問題で。兄貴、テーマ決まった。まあ、流れないよ。時事問題を。うん。やることでした。こんだけ飲んどるのに俺。頑張って。嘘。やるねえか。流れ
ちょっと待って、流れてる。え、ああああ、うん、まだよ。時事問題のやつ出してくれ。お願い。違うよ、まだまだ放送してない。放送しない。川くんしとるよ。ふざけんな。え、してんの。もう垂れ流してる。垂れ流すの。でもまだ誰も視聴者おらんだな。でも後から見る人もいるわ。そう、じゃあそこ一回切って、一回切って、一回切って、これはこれで染めて、でまた最初からやれゃいいじゃん。頑張れで、ね。